こんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。私はフィリピンに住んで8年、そしてダボーに住んで7年になるんですけれども、今日はですね、実際に私が体験した車の事故についての、そしてその後日本では考えられない、ありえない、驚きのことが起きたということを今日はお話ししたいと思います。これは前職で旅行会社の仕事をしていた時の話です。地方にですね、仕事でフィリピン人のスタッフと一緒に車で私が運転して行ったんですね。ダバオ市から2時間半のバンサランという町があるんですけども、そこに車で行きました。で、バンサランは何度か行ったことがあって、なんとなくわかっていたんですが、ちょっと道でわからなくなったところがありまして、一旦ですね、車を止めて、ハザードを焚いて、フィリピン人スタッフとあれどこだったっけって、そういう話をしてたんですね。でもその止めた道っていうのは車も多くなく田舎なので、片道も一車線ずつなんですが、結構広めにあるんで、簡単に追い越しもできるような、そういう道に止めてました。で、道路はコンクリートで、その横はですね、土とか草とか自然がいっぱいな、そういう場所で止めました。で、こう話してる間にですね、あ、後ろから車が来たなっていうのがバックミラーに映って分かってたんですね。まあでも、まあそのまま追い越してくれるだろうと、まあ普通に思いまして、そのままフィリピン人スタッフと車を止めながら話してたんですね。まあチラチラ見ながら。ゆっくりと近づいてきて追い越すかなと思ったら、そのままずっと来るのが分かって、あ、これはと思った時にドンとぶつけられてしまいまして、まあ軽い衝撃が乗ってた側としてはあったような感じでした。で、これでフィリピン人スタッフもうわっていうことで、あ、ぶつけられちゃったねっていうので外に出てですね、相手側も外に出てきてぶつかった箇所を確認したら、相手の車は普通の乗用車だったんですけども、前のボンネットの方がちょっとぐしゃっとなってる感じで、私が運転してた会社の車は後ろがちょっとへこんだような、バンパーからちょっとへこんだような感じだったんですね。で、あ、これはもう完璧な事故だと、ぶつけられてしまったというので、警察が来るまでしばらく待ちまして、警察が来てから一緒に警察署の方に移動しました。まあ不幸中の幸いで誰も怪我がなかったのは良くて、で、私の場合、幸いフィリピン人スタッフが一緒にいてくれたんで、交渉とか話し合いはですね、まあビサヤ語、フィリピンの、まあダボー市とか行ったバンサラもビサヤ語を話すんですけど、ビサヤ語で全部警察ともその、ぶつけた本人ともやり取りをしてくれてまして、私は基本的に状況を見守りながら待ってるというような感じでした。で、ぶつけてきた人はフィリピン人の男性でして、格好はですね、ワイシャツ、半袖のワイシャツと、まあ普通のズボンを着て、あ、ちゃんとした会社に勤めてるんだろうなっていうような身なりの格好をしていたので、ちょっと安心しながら、まあまあ、普通に話し合いをすれば、無事に終わるだろうと。で、話をしてる中ですね、途中で休憩があって、フィリピン人スタッフもどうやら保険会社の人らしいというのを聞いて、なおさら安心して、あ、じゃあもうすんなりスムーズにこの後も行くかなと思ってたんですね。またフィリピン人スタッフが、交渉に話し合いに戻って、でその後聞いた話だったんですけれども、驚いたことにですね、その保険会社の人なんですが、車の保険に自分で入っていないっていうんですね。保険会社の人、まあ具体的にどういう保険なのか聞かなかったですけれども、入っていないというですね。しかもさらに驚くことに、その人が言ったのは、その人の方がまあ前のボンネットがクシャッとな、結構潰れてたので、損害が大きいと。で、あなたのところはちょっとだけだし、こっちの方が破損が大きいので、会社で車の保険入ってるんだったらこっちのも保険で直してほしいっていうようなことを言ってきて、ぶつけてきたのはそっちなのに、なんでこっちがわざわざやって直さなくちゃいけないんだって、ちょっとムカッとしてしまいましたけれども、そういうことを言ってくるような人だったんですね。で、さらに驚いたことにですね、警察署の中で取り調べを行ってたんですけども、もちろん交通事故なので免許証の確認ありますよね。で、私も日本の免許証をフィリピンのドライバーライセンスに書き換えて、ちゃんともちろん持って運転してますので、それをはいということで差し出して、で、もう一人の人もまあ当然ですけど免許証持ってはいというので、こうやって確認したら、警察官が言ったのを聞いて驚いたんですけど、免許証の期限が切れてるねというので、はぁという感じでしたね。保険も入ってなければ、免許証の期限も切れてるわで、どんな人なんだっていうので、本当に呆れてしまったんですけれども、結構ダバオ市内ではですね、交通のルールに厳しくて、ちょっとしたスピード違反でも捕まえられて、陸運局に行かなくちゃいけないってことは聞いてたんで、相当厳しく怒られるんだろうなと思ったら、あ、切れてるね。で、終わったんですね。特にその後の厳しい追及もなく、それは本当にびっくりしましたね。まあ、田舎だったからなのか、で、田舎で小さい町なので、顔見知れだったのかどうか知らないですけれども、本当にもう、呆れてるねで終わったのが本当にびっくりしました。はい。
で、まあ、一応取り調べは終わりまして、で、こちらも保険会社と連絡を取ったらですね、まあ、警察から調書が必要だと、どういう感じで事故にあったのかっていうレポートが必要だっていうので、まあ、それは当然だろうなとも思いながら、警察官の、取り調べをした人にですね、こういうのが保険会社から必要だから、レポートを作ってくださいということをお願いしたんですね。そしたらですね、まあ、もうその日はちょうど午後になっていたんで、今日遅いから明日作るよということで、また来てくれって言われたんですね。まあそれは結構まあ夕方になってって、こっちも帰りたかったの。結構時間がその取り調べもかかってたんで、疲れてましたし、ああわかりましたと。明日作ってくれるなら出直しますというので、その日はダボー市に戻って、翌朝ですね、結構早い時間に再び2時間半かけて、私が運転してそこの警察署まで行ったんですね。で、昨日のお願いしてたレポート取りに来ましたと言ったらですね、警察官の人が驚いて、本当に来たのかと言われまして、本当に戻ってくるとは思わなかったと。まず外国人だし、私日本人だということで、外国人だし、ダボー市も遠いから、明日って言って本当に戻ってくるとは思わなかったと言われまして、こっちが驚いてしまったんですけれども、当然、調書は、レポートはできてるわけもなく、それからお願いして本当に出すんだから作ってよっていうのでお願いして、じゃあ待ってくれというので、半日近く待ちまして、やっとこのことで手に入れて、ダボーにまた2時間半かけて、戻った次第でありました。ということでですね、本当に事故が起きてから、警察署に行くまでは普通の流れだと思うんですけども、そこから、このように今お伝えしたようにありえないことが起きたということを今日はお伝えしたかったんですけれども、まだもうちょっと続きがあります。はい。まあ、保険会社手続きして、車、この動画のですね、サムネイルといって、表紙に当たる部分の写真、実はあれはですね、私が経験した事故の本物の写真ではなくて、ネット上から近いものを拾ってきたんですけれども、まあ、あんな感じでぶつかって、事故の状況もほぼ同じような感じですね。潰れ具合とかも。で、私の車はバンタイプで、トランクがこうやって開くような、後ろに上に上がるような感じで、そこのバンパーがちょっと潰れて、で、トランクの部分もくしゃっていったんで、完璧にあんまり締まりきらないような状況だったんですね。で、そこをディーラーに行って、保険会社とも連絡して直してもらったんですけども、まあ、何日かして修理しましたっていうので戻ってきたんですね。で、見た目はちゃんと綺麗に一応直ってたんですよ。で、あ、よかったと思って、でしばらく乗ってたら、ちょっとおかしいことに気がつきまして、トランクを利用した際、締めると、なんかちょっと完全に締まれ切ってないような感じだったんですね。で、よくよく見てみたらですね、本当に閉まらないんですよ。なので、ハンドア状態な感じですね。一見閉まってるんですけども、なので、ハンドアだと、車内のランプはついたままになりますよね。あれがオフにしてると、まあ大丈夫なんですけれども、ニュートラルにして、ハンドアだと反応するようになると常についてるような、そんな感じで戻ってきたんですね。ということでですね、修理に出しても完璧に仕切らない状態で戻ってきたというおまけ付きのお話でした。で、ちなみに今もそのままで走っています。まあ、フィリピンで生活されている方、または生活されたことがある人はですね、大なり小なり、また程度とか種類が違っても、あ、わかるなっていう、経験をされたことあると思います。はい。というわけで、私のチャンネルではですね、このようにフィリピンの状況、または私が住んでいるダボー市の情報についてお伝えしています。ぜひ、チャンネル登録がお済みでない方、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。